西南台は韓国の大統領専用の別荘地として使用されていた雇用施設である。南にある青瓦台という意で西南台と呼ばれる。現在は民間人に解放されており、市民公園または観光地として運用されている。西南台は全都間が提唱して建設が決まり、1983年6月に着工、同年12月に観光した。 当初は、迎え春祭と呼ばれ、1986年7月18日、西南大に改名された。各大統領は、毎年4から5回ほど保養を目的として、西南大に滞在した。2003年4月18日、ロブゲンは選挙公約として、西南大を民間人に解放し、その管理は中西北道が行うことになった。これにより、 23年間の大統領別荘地としての西南大の歴史は終わり、市民公演となる。2007年10月18日、大統領歴史文化館が拡張開館した。敷地は大神湖のほとりに広がる。本館は約2700平方メートルの地上2階地下1階の建物で大統領の宿泊施設である。周囲にはゴルフ場、ヘリポート、池。 ジョギングコースなどがある。休館毎週月曜日、1月1日、正月、秋月入場料個人大人、5000本生少年、4000本子供、老人、3000本中世北道、清原氷文み吉綿兵衛川里148-31。ありがとうございます。